こんにちは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、こんにちは。皆さんお元気でしょうか。今日も、ベトナムからポッドキャストを撮っております。ベトナムは日本と同じぐらい暑いですね。蒸し暑い国ですね。はい。昨日はちょっと曇っていて風があったので涼しかったですけど、はい。まあ、日が照ってるとお昼はもう本当に日本と同じように出るともうちょっとぐったりする感じですね。はい。では今日も N2 の文法をしていきます。はい。今日は何々もしないをやりますね。はい。これは全く何々しないとか全然何々しないという、まあ、ちょっと不満みたいなことですね、いうときに使います。はい。早速例文をいきましょう。一つ目ですね、あの人はこっちを見もしない。あの人はこっちを見もしない。はい。まああの人、まあちょっとわからないですけど、例えば挨拶をした人ですね。はい。挨拶をした人が、まあ挨拶はするんだけど全然こっちを見ないと、目を合わせないと。まあ日本人だったら普通目を合わせて、あこんにちはとか、あお疲れ様ですとか言うんですけど、まあお疲れ様ですって言うけど全然こっちを見ないみたいな時に、いやあの人こっちを見もしないねみたいな感じで言いますね。はいはい、そんな感じです。ちょっと不満な気持ちがありますね。はい。次行きます。やりもしないで諦めるのは良くない。やりもしないで諦めるのは良くない。はい。そうですね。これはまあやる前に、まあ、何かいろいろ言って、まあ、やらない理由をつけてしないときとかですね。はい。いや多分できないとかどうせ無理かなとかいうときに、言いますね。いやまだしてないやんみたいなときに、まあ、やりもしないで諦めるの良くないやんみたいな感じで言います。はい。やってから考えたらいいやんみたいな感じですね。はい。次です。あんなことになるなんて思いもしなかった。あんなことになるなんて思いもしなかった。はい。そうですね。これはまあ全然そんなこと考えてなかったみたいなことですね。はい。うん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 。はい。うん。これはまあまあでもいい時にも使えますけど、まあ良くない時の意味の方が多いかな。あんなことになるなんて思いもしなかった、まあちょっと良くないことが起こった時に使う方が多いですね。はい。次です。食べもしないで文句を言うな。食べもしないで文句を言うな。はい。まあこれは何でしょう、まあまあ例えば好き嫌いが多い人がまあ料理を見て食べる前になんかいろいろ言うと、いやこれ色がとか、いやこの食材好きじゃないんですよねとかをまあいろいろ言う、まあ、食べてから何か言えみたいなごめんなさい時に言いますね。はい。食べもしないで文句を言うなと。はい。最後です。あの大変だった1年は忘れもしない。はい。あの大変だった1年は忘れもしない。はい。何があった1年かちょっとわからないですけど、はい。うん、忘れもしない。だからまあうん、絶対忘れないみたいな、まあまあちょっとそういう強い気持ちもありますね。まあすごいしんどくて辛い時だったからあれは忘れないとか、なんかそういうことかな。はい。と思います。
はい、こんな感じでございます。はい、何々もしない、ちょっと分かりましたかね。はい、いつもの通り声に出して練習したり、自分で例文作ったりして練習してください。はい、そうですね。いや、今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。